想像してみよう。それは朝の風景。混雑状況のモニタリングは私の通勤を混雑から解放してくれる。街づくりはどうだろう。スマートプランニングの実現により、私たちの街はより住みよく便利になるだろう。例えばプレゼントを届けたいとき、ドローンネットワークが私の思いも届けてくれる。仮想空間ではどうだろう。もう一つの世界は私たちの体験も拡張してくれる。交通はどうだろう。都市の交通シミュレーションは渋滞や事故のリスクから私たちを守ってくれる。もしもの災害時、災害のリスクを知ることで私たちの暮らしをもっと安全なものにすることができる。それは未来へのアップデート。マップ・ザ・ニュー・ワールド。この試みは新しい世界を作る 3D 都市空間情報プラットフォーム、プラトー。